日本のフェザー級でとりあえず一番になりたいですね。そこから世界トップクラス、世界の頂上へ。橋本道場の若きエースは加速する。日本四冠王安本春人、プロ入り後キックルールでは30戦無敗と、前回の試合では K1 のトップファイターから勝利を収め、日本最強を大きく手繰り寄せた。あらゆる攻撃を意のままに操り完全無欠。圧倒的強さを見せるエースが記念大会を鮮やかに飾る。完全無欠に穴を開けるのはこういうタイプ。なにわのキック3兄弟が波乱を起こすか。元 NKB フェザー級チャンピオン高橋清人、全員が王座を獲得。大阪のキック3兄弟とは俺らのこと、高橋兄弟。その三男は随一のタフさが持ち味。倒れずいつの間にやらペースをつかみ、相手を激闘のアリ地獄に陥れる。まあ5ラウンド通して圧倒できたらいいかなと思います。最後は倒したいですけど、全部ポイント取るじゃないですけど、もうしっかり圧倒できたらなっていう。ガッツ、全然倒れてる印象とかはないです。はい、まあ倒しがいがあるのかなっていう感じですね。最強の矛と最強の盾、上回るのは果たして。安本春人 VS 高橋清人。